はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、おばさんっぽく見えない一つ結びのアレンジについてご紹介します。今日はハーフアップのアレンジをご紹介していくんですけれども、実は間違っているハーフアップのやり方とそれの改善方法についてご紹介します。まずやってはいけないハーフアップなんですけど、多分やりがちなのが結構ね、耳の部分から上の髪の毛を取って、ギュッとまとめると。そうすることによってね、ここの部分、サイドの部分たちがピシッとしてしまうので、少しねおばさんっぽく見えてしまいます。もう一つが結ぶ位置なんですけど、結構ねやりがちなのがこう持ってきてそのまま結んでしまうと、そうすると結構ここに空間が空いたりとかしてね、若干ちょっとお侍さんっぽくなってしまう。この二つを改善するだけでおしゃれなねハーフアップになります。では改善方法をやっていきます。まずオイルを使っていきます。髪の毛がね結構ツヤツヤな方だったりとかは、別にオイルとかつけなくてもいいんですけども、パサついたりとか乾燥している方に関してはオイルをつけてあげる方が髪の毛が綺麗でね、若々しく見えます。なのでしっかりと、特に表面の部分ですねをつけてください。で次にブラシで溶かしていきます。毛先の部分から中間で根元に向かってしっかりと溶かしていきます。で今回はね、巻いてるんですけれども、巻くときはねあんまりこうきつく巻くのではなくて、ゆるく巻くのもポイントですので、そちらも覚えておいてください。で次に髪の毛を取り分けていきます。まず取り分け方なんですけれどもね、さっきのはねこのまま全部ぐちゃっと取ってねまとめてたんですけど、まずね顔周りの部分ちょっと下ろします。でその次に耳上の部分の髪の毛を大体このぐらいで、じゃあどれぐらいかというと、ご自身の髪の毛で見た時に少しね下ろした時にこう隙間感が見えてる、例えば首がちょっと見えるぐらいだったりとか、顔がねこの少しこう見えるぐらいの毛束感で下ろすのがベストです。あまりね厚すぎたりとかすると結構ね重く見えちゃったりもするので、この隙間感だけを意識するようにしてください。ここから後ろに向かって取り分けます。で取り分ける時も若干ですけど斜めに取り分けていくと分け目がね結構見えづらくなるので、まあざっくりですよね、こんな感じで取り分けます。でこの時に手ぐしでやっちゃって髪の毛が綺麗になれば OK なんですけど、少しねそれでもまとまりが難しいというかね、綺麗にならない方に関してはブラシで溶かすようにしてください。毛束のこの結ぶ位置の持ってき方なんですけどね、このままギュッと結んでしまうとこの分け目が結構見えてしまうので、溶かしながら少しね髪の毛ギュッてするよりもちょっとたるませた状態、下の部分でゴムで結んでいきます。大体そうですね、この後頭部ぐらいの位置で結んであげて、でそのまま少しギュッと締めてあげる。こうするとねそんなに分け目も見えずにバランスよく止まります。このままでもいいんですけど、この部分が結構ペタッとする方もいらっしゃるかなと思うので、そういう方に関してはねこういった串のテールでこの中にぐさっと入れます。でゴムを押さえながら少しね広げるような感じで持っていってあげると丸みが出てくれるので、ちょっとこう広げるような、この上の部分、3箇所ぐらいでいいですね。こうやって丸みを出すような感じでやってください。こういう風にね、まとめて結ぶだけで、アレンジが苦手な方でも、おばさんっぽく見えないようなハーフアップにアレンジができます。最後にね、まあゴムの部分に、まあ、三角クリップを、このゴムの上の部分ですね、の上っ面の部分を通して、止めてあげる。そうするとね、ゴムが隠れてバランスよく決まります。ということでこんな感じでやってみました。ね、このビフォーアフター見てもらって、取り方だけでこんなに違いが出ます。結構びっくりですよね。普段ハーフアップ結構やられる方だったりとかね、まとめ髪で結構ね苦手意識を持ってる方、ぜひこの方法でねやってみてください。多分めちゃくちゃ変わると思います。はい、ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。